F-35 戦闘機開発には新進の存在があったからこそ、今の核最強のパーツ群があるのをご存知だろうか。今回純国産を断念したが、日本主導での開発について話していく。次期ステルス戦闘機開発に動きが出てきた。そう、日本企業が次々と集結しているこの状況は、日本政府が本気モードへと変わりましたね。ちょっと遅いけどな。2021年3月現在、アメリカの同盟国である、いわゆる西側各国を中心に、多くの国々で採用調達されている第5世代戦闘機は、ロッキード・マーチン社の F-35 ライトニングにしか存在していない。当のアメリカでは、 F-35 ライトニングに以前にも同じロッキード・マーチン社製の F-22 ラプターを運用しているものの、同機はアメリカ議会の反対により、海外への輸出は行われなかった。第5世代戦闘機という括りで見た場合、これらアメリカの F-22 ラプター、F-35 ライトニング2以外には、ロシアの SU-57 や中国の J-20 などのほいの一握りの機体しか未だ実用化されていないのが現状だ。ただ、従来からこうした兵器の最先端国であるアメリカ自体は、それら第5世代戦闘機とされる分類を公には認めておらず、世界中の軍事評論からのコンセンサスで便宜的に呼称されているに過ぎない。そのため、第5世代戦闘機の概念自体が、機体がリリースされた後の、いわば後付けの解釈を適用した感は否めないが、それ以前の戦闘機と明確に線引きをする意味で一般的に使用されている。第5世代戦闘機の主な要件としては、1機体そのものの高度なステルス性、2音速を超える巡航性、3友軍との共同交戦能力を有する。アビオニクスなどが一般的に挙げられている。こうした概念を実現した第5世代戦闘機が登場して以後も、例えばアメリカの F-15 イーグルや F-16 ファイティングファルコン等の第4世代戦闘機にも改良が続けられ、それらは 4.5 世代とも呼称されている。これらの 4.5 世代戦闘機は設計段階からではないものの、機体表面の塗装や修正によって一定のステルス性を獲得していることに加え、アビオニクスにおいては第5世代機と同様な性能を持つもののある。日本で言うならば、航空自衛隊が保有している F-2 戦闘機がこれに近く、また前述の F-15 イーグルは日本仕様の J 型の一部に近代化改修を施すことで、それに対応する機体となることが見込まれている。航空自衛隊では、長年、日本の防空を支えてきた F-4EJ 改めファントムの退役にあたり F-35 ライトニング 2A 型を調達しており、また、護衛艦、出雲、加賀の艦載機として、B 型の調達も進めている。こうした中で、F-2 戦闘機は2035年前後での退役が迫ってきたこともあり、これを代替する戦闘機を調達する必然性から、完成すれば F-3 と呼称されるであろう次世代戦闘機開発を決定した。
この航空自衛隊の次世代戦闘機開発は、主契約者として三菱重工業を据え、機関部を IHI、機体をスバル、レーダーセンサー類を富士通、および東芝、ミッションコンピュータを三菱電機が担うという。2020年末までには、これらに加えて、日本の企業では、カバーできない戦闘機開発の技術支援を仰ぐ先として、海外の企業の選定を進め、大型の輸送通りに、アメリカのロッキード・マーチン社が選ばれることとなった。2021年3月時点でも、ロッキード・マーチン社が、どの程度の技術支援を、行うのか、その内容に関しての、つまびらかな情報は、聞こえてきていないが、一企業としてでは、なく、アメリカという国の意向が大きいからだろう。太平洋戦争後の日本は、しばらくの間航空機の開発を、アメリカを中心とする。連合国によって禁じられていたため、自国主導で戦闘機開発を行えたのは、1977年に運用を始めた F1 が最初だった。この戦闘機は、三菱重工業が生産していた T2 高等練習機をベースとして、開発されたものであり、いわゆる空対艦戦闘に主眼を置いた機体で、当時の航空自衛隊では支援戦闘機と称された。F1 戦闘機は全長 17.85m、全高 4.45m、全幅 7.88m の機体で最大速度マッハ 1.6。航続距離 2600km を発揮し、胴体及び主翼下に7箇所のハードポイントを備えていた。実は、今に至るまで戦後の日本が独自に主導して開発した唯一の戦闘機が、この F1 であり、続く現行の F2 戦闘機はアメリカのF-16 ファイティングファルコンをベースとしたためそうは見さされていない。このため、今回の次世代戦闘機開発は、この F-1 に続く2機目の日本主導での戦闘機開発と位置づけられており、F-2 戦闘機で自由な仕様変更が行えなかったことへの反省と、国内の技術水準の維持、向上が見込まれている。ただし、厳しい意見としては、すでに第3世代戦闘機であった F1 以後、独自の戦闘機開発を行えていなかった三菱重工業をはじめとする日本の企業は、すでにその開発能力を喪失しているとの見方も多い。今回の次世代戦闘機開発には、おおむね5兆円とも言われる巨額の開発費が、投入されることもあり、航空自衛隊が F2 戦闘機の代替として、必要としている90機程度の生産ではそもそも、費用対効果が薄いとの指摘もある。